はい、皆さんお疲れ様です。もこちゃんチャンネル、もこです。この4月5月をね、転職される方が多いかと思います。環境が変わる時期、特に今は緊急事態宣言が出ており、たくさんの方々が転職というこのねワードで悩み、求人情報を調べてみたりググってみたりしているかと思います。僕もね、今の会社入るまではずっとねお仕事関係で悩んでいたし、未だにね求人情報とか調べたりもします。僕だって悩みもあるし、家庭だってあるし、皆さんと同じです。そんな中において、長距離トラックというお仕事、このね職業について、そして就職転職についてここでお話ししたいと思います。もこちゃんチャンネル。まず現在の物流事情について、今現在ね大きな工場がストップしていたり、輸入貨物が入ってこなかったり、そういったことでねこの業界も大変な影響を受けております。そして食品関係、飲料関係、医薬品等々ね、そういったものの荷物が増えているという状況もあります。僕はね今一般貨物フリーで走っておりますが、僕の会社は若干荷物が少なくなっているようですね。その会社によって、運ぶ荷物によって状況、現状が違うようです。今回はねトラック業界への転職、就職というワードをねテーマにしていきたいと思います。まずトラック運転手、トラック業界といっても様々な分野、ジャンルがございます。僕みたいな一般貨物フリーで走っている運転手さん、毎日違う荷物を積んで違う場所へ行くっていう形ですね。その他にはね、一般貨物でも例えば定期便だったり、定期便同じ荷物を、同じルーティーンを毎日こなすっていう定期便、そして地場仕事、地場仕事っていうのは近場ですよね、近場のお仕事。僕もね、近場の定期便ですね、これを数年間やっておりました。定期便でもねいろいろやりまして、大きい会社に入り込みのお仕事だったり、大手車部品の定期便を走っていたり、あとはね冷凍車も乗りました。冷凍車ではね、以前お店とか冷凍倉庫、そういったところにね1日10件ぐらい回って帰ってくるっていう、そういったね仕事もしておりました。その時にね横乗りで教えていただいた運転手さん、その方はね以前明太子を弁償したみたいで、明太子の弁償、その金額が30万円だったそうです。そのようにね、未だにこの弁償制度、こういったものがね残っている会社、この悪しき制度が残っている会社がまだまだたくさんあります。多分この弁償制度がある会社の方が多いんじゃないかな。これはね他の業界ではなかなかないですよね、弁償制度。他の業界では聞いたことがない、トラック業界特有の悪しき制度、僕はそう思う。このね弁償制度っていうのは、このトラック業界、物流業界における、代表的なね悪い部分じゃないかと僕は考えております。話は脱線しましたけども、他にもトラックのジャンルがありまして、他にもね平ボディのトラックだったり、あとはダンプカーですね、あとは宅配、そしてその宅配のね営業所と営業所を結ぶ路線便、あとは引っ越しだったり、軽貨物、軽トラックのねお仕事だったり、いろんなねトラック運転手っていう、そのね一括りにもいろんなジャンルが存在しております。僕もねある程度経験してきましたが、何が一番いいのか、どのジャンルが一番いいのか、それはね人それぞれやと思う。例えば定期便がいいって方もいらっしゃるし、地場がいいっていう方もいらっしゃる。僕はね今長距離トラック運転手やってますけども、僕は長距離トラック、この一般貨物でフリーで走る、このスタイルが僕には合っとる、そう思ってます。僕もね最初から長距離トラックに乗りたかったわけではなくて、最初はねもう長距離トラック、むしろフリーで走る、いろんなところに行かなきゃいけない、そういった仕事はね嫌でした。僕は最初は定期便がいいと思ってたから。っていうのも、大きい車で、大きなトラックで知らない道を走るのが怖かった、知らないところに行きたくなかった。そういったところでね、いろんなところに行くフリーで走るっていうこの職業は、僕は最初はね敬遠してました。最初はね僕定期便から入ったこのトラック業界なんですけども、
その定期便、毎日同じことを繰り返す。その時はね、週休2日だったんですけども、同じことを月曜日から金曜日まで1日9件ぐらい回っておりました。それは車部品、車部品をね、1日9件回って家に帰る、そういったね、ルーティンだったんですよ。その同じことを5回繰り返すと2回休み、そういったね、ルーティンで日々過ごしておりました。だけどね、そうなるとやっぱりすぐに飽きちゃいます。僕の場合はすぐに飽きた。そういった仕事がいいって方もいらっしゃる。僕は飽きました。結構ね、僕も飽き性ね、すぐ飽きちゃうっていう性格もありますんで、まあ、そういったこともあってね、その会社を退職し、また他の会社へ転職したわけでございます。結構そうやってトラック業界、トラックの会社を転々とされる方、トラック運送会社を転々とされる方が多い。そういったこともね、この業界あるある特有なものなんかな。転職して他の会社でトラックに乗る、そういった方も多いですよね。結果的に僕は今の会社、長距離トラック運転手というこのお仕事に落ち着いているわけですけども、まあ、今現在はね、いい上司がおって、いい仲間がおって、ね、いいお客さんと出会えて、なかなかね、素晴らしい環境でお仕事をさせていただいております。もちろん怒られることもあるし、叱責されることもあるし、僕だって落ち込むことはある。辛い部分も当然ありますからね。そしてこの僕も乗っております長距離トラック運転手、こういったお仕事にね、転職される方、一番ね、気にしてほしいのはね、睡眠時間。大切なのは睡眠時間です。今この現在、まだまだ睡眠時間が取れない会社、休息時間がしっかり取れていない会社、たくさんあります。たくさんある。それが今の現状、それがリアルな現状。むしろ睡眠時間が取れない会社、ブラックな会社、そういった会社まだまだ多いですね。多分僕の感覚としては半数ぐらいがまだそうやと思う。半分以上の会社がそうやと思う。まあ、睡眠時間ですけども、まあ、基本的にはね、まあ、細かいことを省いて言えば、連続して8時間以上の休息、8時間以上の休憩が取れていない会社、まずブラックです。長距離トラック運転手へ転職される方、そこを重視、気にしてください。休息時間が8時間しっかり取れているか取れていないか、そこをね、一つの判断基準にされるとよろしいかと思います。ぜひね、面接に行った時や、その会社のトラックの運転手さんと話せる機会があれば、運転手さんに聞いてみて、しっかり8時間の休息時間が取れているかどうか、そこをね、ぜひ確認されることをお勧めします。取れていない会社はブラックです。まあ、ブラックと分かってそこで働いていらっしゃる方もたくさんいます。給料がいいから、その分ね、給料がいいから、睡眠時間なんていらないから、そういったね、あえてブラックだと分かって働いていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。だけどやっぱりね、睡眠時間はぜひ取ってほしい。睡眠時間のある会社にぜひ入ってほしい。ホワイトな会社にね、ぜひ入ってほしい。睡眠時間取れなかったらきついですからね。僕も以前そういう状況でしたけども、きついです、睡眠時間取れなかったらね。体調も悪くなるし、眠いことによって注意力も散漫になる。そうすると交通事故や荷物事故が増える。荷物事故、交通事故の弁償は運転手に来る。そういったね、悪循環がそこで働いてしまいます。悪循環の波に乗ってしまう。だからぜひ僕はホワイトな会社、しっかりね、休息時間の取れている会社に転職されることを強くお勧めしたいと思います。僕もね、以前睡眠時間が 2,3 時間っていう状況にあったんですけども、その時はね、やっぱり睡眠時間が 2,3 時間しかなかったらきついわけだから、お風呂にも入らない。お風呂に入る時間があるなら睡眠時間に当てたい。ご飯も運転しながらサンドイッチを食べたり、おにぎりを食べたり、そうやってね、食事をしておりました。僕は今現在、以前いたブラックな会社より今の方が睡眠時間が取れているし、正直言って給料もいい、今の方がね。そうやって僕みたいに意外と外から見てみると、一旦外に出て見てみると、意外と視野の狭い見方をしていたのかもしれません。なんでね、転職されようと思っている方、トラック運転手、長距離トラック運転手になろうと思っている方、ぜひその会社がブラックなのか
ホワイトなのか、そこを見極めてください。正直求人情報だけじゃわからない。求人情報にはね、全てのことが書かれていないし、場合によっては間違ったことも書いてある。だから求人情報だけを当てにするのは怖い。なんでね、ぜひそこで働かれている運転手さんに聞くのが一番早い。そしてね、それが叶わなければ面接時にしっかりと聞いてみる、そういったことがね、大切だと思います。このね、トラック業界、物流業界、まだまだね、求人募集、ね、求人を募集している会社たくさんあります。僕の会社も求人出しとるし、新人さんがちょくちょく入ってきております。ぜひね、今迷われている方、転職しようかとなびいている方、揺らいでいる方、まず一歩踏み出してみることも大事かと思う。未来はさ、自分から動かなければ何も変わらない。僕は常に前進していきたい。最後に、僕はね、この長距離トラック運転手というお仕事、このお仕事にでっかいでっかい誇りを持っとる。でっかいでっかいプライドも持っとる。そういったね、誇りとプライドを持って今日もね、日本のどこかを走っております。